ページをですね、された方からのご希望で、記事の書き方をについてですね、ご相談いただいています。独学で習得したいですと、まあ独学でマスターしたいですということなんですね。独学で習得マスター、まあ、記事の書き方、まあ、ブログの記事とかですね、サイトの記事ですよね、あと、まあ、メルマガの文章とか、まあ、いろいろありますよね、ストーリーライティングとか、いろいろウェブ上のその執筆のスキルってなるんですけども、まあ、教材とかいろいろあります。あとノートで、まあ、買うこともできますし、そのノウハウを買うこともできますし、まあ、もっと言えば検索で無料の情報って出てくるんですよね。バズ部とかいろいろノウハウをまとめて載せてたりするサイトもありますし、ただですね、基本的には独学が遠回りになると覚えておいた方がいいですね。まあ、つまみ食いでノウハウをやっていっても、なかなか違う人が違うことを言ってるっていうことになって混乱するので、やっぱり、コンサル